ナホタニロサンゼルス・エンジェルスは78安打を記録している。その内訳は、単打が26本、二塁打が17本、三塁打が4本、ホームランが31本だ。安打に占めるホームランの割合は39.7%、二塁打と三塁打とホームランを合わせた長打は66.7%となる。 ナ・リーグとア・リーグの旧市において、最初にシーズン30本塁打以上を記録したのは、ベーブ・ルースだ。1920年に54本のホームランを打った。それまでのシーズン最多は、前年にルースが記録した29本。その前は、1884年にネッド・ウィリアムソンが打った27本が最も多かった。 1920年から2019年までにシーズン30本塁打以上を記録した選手は、延べ1400人以上を数える、2020年はニューヨーク・ヤンキースのルーク・ボイトによる22本塁打が最多だった。その中で、安打に占めるホームランの割合が、今シーズンの大谷翔平を上回るのは、 2001年のバリー・ボンズ 46.8%1998 年のマーク・マグワイア 46.1%1999 年のマグワイア 44.8%1995 年のマグワイア 44.8%2000 年のマグワイア44.4%に 2017年の上位ギャロ43.6%、テキサス・レンジャーズ、延べ6人しかいない。また、安打に占める長打の割合が、今シーズンの大谷翔平より、高い安打に占める短打の割合が、今シーズンの大谷翔平より低いのは、2001年のボンズだけだ。このシーズンのボンズは156安打のうち、 二塁打が32本、三塁打が2本、ホームランが73本なので、長打は107本、安打の68.6%を占めた。ちなみに、今シーズンの大谷翔平を除くと、ボンズに次ぐのは、2017年のギャロだ。94安打中、長打は66.0%の62本だった。 65%以上の選手は他にいない。大谷翔平の場合、今シーズンはまだ半分を過ぎたところなので、数値は変動する。ホームランや長打の割合は下がる可能性もある。ただ、上がる可能性も皆無ではない。ちなみに、今シーズンのギャロは、62安打中、ホームランすら33.9%の21本。 長打は43.5%の27本だ大谷翔平と比べると見劣りするとはいえパワーを発揮しているまた打率233は大谷翔平より44ポイント低いものの出塁率387は大谷翔平より24ポイント高い次のオーディオビデオでお会いしましょう